はい、皆さんこんにちは。浅場亀川流チャンネルの浅場です。今日はですね、待ちに待った第3回浅場亀川流ミニッツ初心者壮行会の日になりました。今ですね、到着してまだ今9時半ぐらいで、まあ、オープンするまであともうちょっと10時開場になるんですけども、なんとですね、まだ会場から30分前という中で一番乗りの方がいらっしゃいましたので、ちょっとですねお話を伺いたいと思います。おはようございます。今日はどうもありがとうございます。今日のイベントは何で知った感じですか？浅場さんの YouTube。 YouTube ですか、はいはい、ありがとうございます。前回の YouTube とか見ていただけましたか？見ました。あ、本当ですか、はい、どんな印象をお持ちですか？いや、みんな楽しくやってるんで、はい、で私も2年前までやってたんですけど、はい、途中でちょっとうまくいかなくて、で10分の1でやったんですけど、はいはい、この10分の1またお金かかりすぎちゃって。なるほど、なるほど。まあでももう結構ラジコンはそれなりにやってる方ってことなんですね。そうですね、はい、今日多分そういう楽しくやりたい人たくさんいると思いますので、はい、楽しんでいけたらと思います。はい、はい、まあ、もうちょっと時間があるんですけども、はい、またじゃあ中でいろいろと今日お手伝いしながら楽しんでいただきたいと思います。はいはい、今日一日よろしくお願いします。はい、ます。ちなみに、呼んでいい、 YouTube で呼んでいいお名前って何になりますか？あ、もう苗字で阿部っていう。阿部さんですか？はい、あ、阿部さんよろしくお願いします。じゃあ今日一日頑張ります。よろしくお願いします。パパの曲長いけど、はい、はい、それでは今日は3回目の、初心者講習会、初心者商工会ですね、皆さん集まっていただきありがとうございます。まあ、前回前々回と、まあ、皆さん来ていただいたメンバーということで、まあ、かなり発表も分かっていると思いますので、ちょっと僕一人ではちょっと力足りませんので、ぜひ力をお貸しいただきたいと思います。まあ、本当に今日来る方々、今日のなんだろう、楽しさ次第で、これから、技術をまたやりたいなとかっていうふうに思ってくれるんじゃないかと思って、すごく責任だと思いますので、ぜひ特に仙台から来ていただいて本当に大変だと思うんですけども、あとズッキーさんもいろいろと大変な中ありがとうございます。そして、まあ、亀川流のメンバーですね、いつも協力ありがとうございます。今日1日、15時までですね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ最後頑張ろう、はい、頑張るぞ。いいね、いいね、いいじゃない。高いじゃない。苦笑い。俺が亀川流の生きてる。うまいよね、あの鍋忘れらんないんだよな。あそこに置いとくんで M だな。 M で行く？今回 M で行ってみる。 M がいい。死んじゃうよ。なんでワッツさんだけいるんですか？早く足しびれた。あ、これじゃちょっと足一回崩してください。もうちょっとやってみようかなって思う。ワッツさんにやれって言われてるんですけど、じゃちょっと先写真まず撮っちゃいたいと思うので、ご主人も親子のイメージ、僕より右側の人は右側こう手を挙げてください。左側の人はこう手を挙げてください。いきますよ。なんか早いなんですかそれ。マイブームです。はい、皆さんおはようございます。今回はですね、第3回の浅場亀川流ミニッツ初心者壮行会に集まっていただきありがとうございます。おかげさまで第1回第2回と、開催して、今回第3回も、まあ、ぐるぐるなります本店さんの協力で開催することができるようになりました。15時までですね、精一杯、楽しく走れたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、わざです。今回も皆さんもご集まりいただきありがとうございます。そうですね、今日は今まで以上に講師陣がだいぶ揃っ
揃っているので、ぜひ今日、少しでも何か持って帰ってもらえたら私も嬉しいなと思います。はい、すいません、フッキーと申します。私大体土日今後のぐるぐるなりますの方にいますので、今日だけじゃなくて、何か聞きたいこととか運があれば、土日であればご相談に乗れることは乗れるかなと思いますので、聞いていただければなと思います。浅間さん、肩書き言っちゃってもいいですか？あ、どうぞどうぞ。すいません、フジパパチャンネル東京支部のポンタロと申します。スパイですよ、スパイ。今日は私ハンドボテ持ってきてるので、もし RWD とかで、線切れちゃったよっていう人はまた声かけてください。で、いろいろ走ってもらって楽しんでもらって、でまたミーツをコミュニケーションツールの一つとして、皆さんのいい輪ができたらいいなと思います。よろしくお願いします。こんにちは、ニラールと申します。私亀仙流の中では最弱キャラとなっておりまして、皆さんに何かをお伝えできるとすれば、元気よく、入りますとかそういうところを結構大事なんですよ。結構大事なので、そういうところも覚えていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、なおです。今日は、皆さん楽しんでいただけるようにできることを手伝いたいと思うので、よろしくお願いします。次はですね、超有名人の仙台からいらっしゃったろくろ屋様のありがたいこの話が始まりますので、皆さんはちょっと気をつけをして聞いてください。こんにちは。ちょっとこれちっちゃいですね。ミニッツは結構その大きな声を出すこと大事なんで、例えば第一コーナーで転がったりとか、ちょっと発声練習で皆さんちょっと挨拶を。こんにちは。こんにちは。いいですね。こんな感じでよろしくお願いします。以上です。はい。そして最後なんですけども、せっかくの機会なので、簡単なサーキットマナーということだけちょっとこう講習じゃないんですけどもしたいかなというふうに思います。皆さん立ってますけど、もしよかったら遅かったですけど座っていただいて全然大丈夫ですので、正座しろって意味じゃないですけどね。楽な姿勢で。楽な姿勢で。姿勢でお願いします。サーキットはこういうイベントとかだけじゃなく、これから普通に、スーパーラジコンさんとかこことかに一人でこう遊びに行った時とかに、これをできれば気をつけていただきたいなということなんですけども、ちょうど今ストレートエンドですね。ストレートを走ってきて、1コーナーって呼ばれるところなんですけども、結構こういう形でぶつかって止まってしまうことが特に初心者の方多いと思います。であそこの場所というのはスピードがちょうど乗ってきて、こう首をちょうどこう振るところなので止まっているかどうかが分からなくて、でちょうど今に向かって一番速い速度で行く人がすごく多いんですね。エキスパートの方ほどそこのコース通るもので、そこの部分に止まってられるとかなりの確率でぶつかってしまう可能性があります。でそういう時は和佐さん何て言いますか？1コーナー止まってますというように、あそこの場所をストレートからの一番最初の曲がり角なので、1コーナーと大体どこのコースでも呼んでますので、1コーナー止まってますとか、止まってますって言うと、周りの人たちが、あ、止まってるんだなっていうふうに分かって、スピードを緩めて、どこかで止まってるなっていうのをちょっと確認して止まってくれるので、それでこう、ぶつかったりするっていう可能性が減りますので、最初のうちは、その1コーナー止まってますとかっていうのが、すごく、恥ずかしいと思いますし、なんとかこうどうしようどうしようって頑張っちゃうと思うんですけども、まずそれはぜひ覚えていただきたいなと思いますので、今日せっかく、こういう機会ですし、周りの方も初心者ばっかりですので、あそこで止まった場合は1コーナーとか、あとその場所場所でどこか止まっちゃってる時は、すいません止まりましたとか言っていただくと、周りの方々もあどこかで車が止まってるんだなっていうことが分かって、そのやっぱりぶつかるっていうのがやっぱりお互いに、やっぱりトラブルじゃないんですけども、車壊れちゃったりすることもありますので、まずそれはぜひ覚えていただきたいと思います。で、右下それと、あとごめんなさい、そこちょっと立ってもらっていいですか？ここは割とちょっと距離が離れてるんで、そうでもないんですけれども、例えばスーパーラジコン秋葉原店さんとかだと、もっとこう目の前がこうコースになってるんですね。その場合にこうろくろ屋さんの方からこっちを見るときに、
そうこういうふうに前に出てると、こっち側が死角になってこう見えなくなっちゃうっていうのがあるんですよ。なので、はい、こういうことですね。どうしてもこう、どうしても近づけて前に前にって行きがちなんですけれども、そうすると他の方がこう見えなくなっちゃって、結構視界が邪魔だというのが、結構やってると分かるんですけど、邪魔だなと思ってる方はすごく邪魔だと思うんですけど、やってる方は結構分からないので、場所によって、やっぱミニッツとか小さいナチコンの場合はすごく視界の方が結構、邪魔になりやすいので、まあ、できるだけこう後ろでやって、プロコン前じゃなくて近づけてやるっていうのを、まあ、ぜひ覚えていただきたいなというふうに思います。というわけで一応サーキットマナー簡単なところ、そういう感じですので、今日一日で覚えていただいたらなと思います。でこの後なんですけれども、ちょっと第2部としてまして、ズッキーさんの方からの提案で、初心者の方、特にプロコン設定の方が、まあ、前回、前々回やった時も、ちょっとこう、なんていうんですかね、間違ってるじゃないですけども、適正じゃなくて、プロコンの設定が間違ってて、こう走るのに悩んでる方が多いということで、プロコンの設定の基礎の、お話がどうしてもしたいとおっしゃっていますので、この後ちょっと向こうのピットの方に戻っていただいたら、その場でちょっと待機していただいて、ズッキーさんのちょっとアドバイスの方を、お話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、ごめんなさい、もう一つ、今日初めて参加という方、手を挙げてください。じゃあそちらたちとこちら側に移動していただいて、前回は最後に配っていた記念品があるんですけども、今回今話したようなサーキットマナーみたいなことを書いた紙もちょっと同封しましたので、その先にお渡ししたいと思いますので、まあ暇な時とかも読んでいただければ嬉しいかなと思います。よろしくお願いします。結構今回初めての方も多いですね。僕らでも分かんないです、正直言えば。あれ見て分かる人って多分世の中で 0. 何パーセントしかいないと思うぐらい、難しいものです。で、今から言うのは、実はエキスパートでも、コンピュータープロコンを多分性能の3割ぐらいしか使ってないんじゃないかなと思うぐらい、4つの項目ぐらいしか使ってないんですよ、正直言えば。で今日まず皆さんに合わせてもらいたいのはサブトリムっていう、項目が、これは多分各社いろんなメーカーさんがあっても保証はあんま変わらないと思うんですけど、まずこれで車をまっすぐ走らせれるようにすること、これをまずやりましょう。はい、そういうわけでですね、初心者走行会始まりました。始まって今ピットにやってきたところですね。なんと見てください、箱から出してまさに今開封している方がいらっしゃいます。これよかったらハサミ使ってください。あ、すみません、巨匠さんのその福袋ってありますか。 ありますよって。じゃあ福箱で買ったんですか。福箱で買って。あ、なるほどなるほど、感じですね。いいっすね、福箱僕売ってた時はあれは絶対お得ですよって言って、はい、もう見てる感じでもお得でしたもん。でじゃあ福箱でこれが出たんですか。出ました。当たりです。当たりです。当たりです。最高です。ボディは何だったんですか。ボディはですね、ボディも持ってたんですか。はい、持ってました。あ、当たりです。当たりというか、走行するのに走りやすいものばっかりですね。あ、うん、はい、あ、なるほどなるほど。で、まあ、ということは福箱だからあれですよね、オプションパーツも入ってたってことですよ。全部持ってきてたってことですよ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。これつけていただければ、はい、もうバッチリ今日走れると思うので、はい、うん、もし準備してるときに何か分かんないこととかあったら声かけてもらえれば、うちの今日の講師陣にお手伝いするように声かけますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今日一日よろしくお願いします。素晴らしい。東京になったけど、まあ要は引っかかってこうやって。はい、そしたらちょっとですね、今日の参加者の方にちょっとマシン走ってもらいたいということで、マシン託されましたので走ってこようと思います。ミニッツ RWD の、松田になります。行ってきます。はい、行っております。はい、浅場さんが入られるそうです。あ、はい、
すいません、真ん中1台止まっております。さすがですね、浅尾さん、やっぱり抜けるのすごい上手。はい、今走ってきました。これフロントタイヤがですね、 LM のタイヤの本当にキット標準のタイヤがついているんですけども、とてもよく走る状態でしたので、あの参加者の方にこのままお返ししたいと思います。はい、それではですね、イベント開始からもう早くも2時間が経ちました。ちょっと忙しすぎちゃってあまり動画回してなかったんですけども、そろそろですね、今日の参加者の方にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。の前に金ちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日学校帰りでなんと金ちゃんがお手伝いに来てくれました。スーパースペシャルゲストとなってます。この後ちょっとアドバイスしてもらったり、ちょっとお手本走行なんかもしてもらいたいと思うので、今日よろしくお願いします。それではちょっと行きたいと思います。じゃあ奥の方からちょっと行きたいと思います。こんにちは、すみません。はい、すみません。愛さんですね。はい、はい、あの今日初参加でしたっけ。はい、あ、初参加の愛さんです。どうもありがとうございます。はい、中国の小型です、ね。はい、そうです。日本語めちゃめちゃうまいですよね。いえいえ、そんなことないです。あの僕が中国に行ってサーキットに行ってこんな落ち着いてられないですよ。すごいなと思って。いえいえいえ、あの日本に、はい、なんか留学か何かで来る。あ、留学です。はい、今はその日本語学校を通っていますので、はい、将来はその、大学の学部をその受験したいと思います。はい、優秀な方ですね。いえそんなことないです。でそれで、まあ、ミニッツをやりに来ているということなんですけども、はい、なんか先ほどお話を伺ったら、はい、なんか普段というか中国の方では飛行機とかをやられていたということなんです。はい、そうです。写真ありますから、その店でも。あ、ぜひぜひ。はい、嬉しいな。少々お待ちください。私その日本に来てからもう1年間経っていますので、この前はその全部その勇気がなくて、僕にそのさっきと入るのは結構難しかったので、すいません。はい、いや、とんでもないですよ。はい、勇気ここに来ることは本当すごいなと思うので、はい、日本の方でもなかなか来れないので、はい、中国から来てさらにこういうとこ来るなんていうのは、いや、すごいなと思います。あ、はい、一応これなんですけど、これはそのここの長さはその結構1メートルくらいですので、大きいですね結構。はい、すごい。でもあの日はちょっと風があって、あ、そこの写真見せますね。少々お待ちください。はい、これは家の時ちょうどその支えた部分を完成した。あ、すごい、はい、本格的ですね。いえ全部その安い部品を買ったから、その結構その楽しめば大丈夫ですので、そのレースもその参加していないんです。あ、レースには出てないってことなんですね。はい、でもなかなか僕も一応おもちゃのラジコンっていうか、はい、動画でアマゾンで売ってる飛行機はちょっと飛ばしたことがあるんですけども、はい、結構難しくて。いえそんなことないですよ。コントロールが効かなくなると、はい、落とすみたいな感じで僕はやってたので、でももし慣れたら結構その簡単ですよ。はい、これは小さい方、ちっちゃい方を飛ばす。はい、これはうちの近くの公園。いや、すごい。僕もちょっとだけかじったことがあるんで、はい、すごいなって思います。いえそんなことないです。はい、はい、これはその買ったキットで自分で組み立てるんですね。はい、そうです。こうやってその完成したので、すごい。はい、なるほど。飛行機と車のミニッツと、はい、全然違うものですか。はい、そう、共通するそのところもあるんですけど、そのやっぱりその私にとってはその、ま、その斬新な体験でした。はい、
ありがとうございます。今日はこの MA020 のスープラで、はいはいはい、なんか今いろいろバラしてますけど、何、はい、かあったんですか、これはセッティング変えてるんですか。先ほどここの部分が外れて、はい、こんなっちゃったな、あ、はい、壊れるんですよね、はい、スペアパーツあるんですか。そのさっき、すみません、少々お待ちください。はい、酒井さんが、はいはい、その私のためにこれをその貸してくれたんです。はい、だから今はその組み立てています。わかりました。はい、ありがとうございます。またなんか困ったことあったらどんどん聞いていただければ、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。愛さんでした、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、そうしましたらですね、もうおなじみとなりましたマサさんです。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今回もありがとうございます。ありがとうございます。この前回のちょっとまだ動画公開しているかどうか微妙なんですが、はい、ミニッツミーティング GR ガレージ水戸インター店の方でもお話を伺ったマサさんです、はいはい、今日はどんな感じですか。今日はですね、今六浦大先生の方からですね、ベアリングちょっとガタがあるよということで、このもう1個実は04増えたんです。増やした04を今ちょっと煮詰めてるところなんですけども、まあ皆さんも今日も 何人か顔見知りとかもいたりして、あ、相変わらず皆さんうまいななんて思いながら参加してるんですけども、まあ、今日はこれのセッティングと、あと6月の大会に向けて、まあ、水戸でも走らせたこの車、もうちょい練習がてら、あと皆様と交流もしたいと思って今日はお邪魔しております、うん、もううちのイベントではもう大ベテランになりますので、ぜひ初心者の方々にいろいろ声かけていただいて、イベント盛り上げていただけたら嬉しいので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、マサさんでした。これだけでも重いんだ。こんにちは、撮影大丈夫ですか。お疲れ様です。今回もありがとうございます。どうですか今回のイベントは。どう楽しくやっております。はい、走れてますか。あ、おかげさまで、はい、前回の時にアドバイスいただいたのが、もう、あ、こういうセッティングでいいんだねっていうのを分かったので、教えてもらったので、そこから非常に走りやすくなって、快調にやらせていただいてますが、やっぱり何でしょうね、一つクリアするとまた次のなんか課題が見えてくるのが辛いところですね。はい、お疲れ様です。今回は、マシンはどんな感じ。 FC もありますね。あ、3台あるんですか。これはワイドで、これだけエボで、これはエボ2のノービスとナローです。エボ2で、しかもエボ2を、はい、FC にするとなると、はい、モーターマウントを交換しなきゃいけないと思うんです。これはなんかヤフオクで、あ、ネジ取れちゃった。あ、ネジ取れちゃいます、ね、取れちゃいますね。これアルミのやっぱりネジロックでしないと、ね、取れちゃいますね。なんだっけ、古い VE にこれが付いてるやつをヤフオクで買って、はい、モーターマウントを手に入れました。 RML RML ですよね、はいはい。うん、この M、ホイールベース M にするには必須のものですよね、はい、うん、今日3台全部も走ったんですか。これはちょっと走ってないんですけど、この2つは走って、ろくろ屋さんに見てもらって、ここでもろくろ屋講師が。ろくろ屋さんどうですか。いや、すごい、なんだろう、分かりやすく教えていただいて。態度でかくないですか。いや、全然いい方です。こっちはなんかもうベタ褒めしていただきました。あ、本当ですか。戦闘力高いですね。もういいですね。去年、はい、エボノービスじゃなくて、はい、ノービスクラスっていう、はいはい、RWD を使ったレースがミ、はいはい、ニスカップであったんですけど、はいはい、関西の方で FC で優勝されてた人がいたんで、だから結構RW とか向こうだとブラシモーターで RW って結構難しいと思うんですけども、結構セットを出すと他の、ノービスなので普通に 12C とかも走ってたんですけども、その中で優勝できるぐらいポテンシャル高い車にもできるので、ぜひぜひこれは褒められたってことなので、ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。平田さんでした。ありがとうございます。そして次お隣に行きたい。今大丈夫ですか。あ、大丈夫です。お疲れ様です。お名前は宮徳っていう。宮徳さんです、はい。見てください。もう素晴らしい。いや、もうピット見るだけで楽しいですよね。昔の。はい。実は。
さっきお話を聞いたんですけども、なんと第1回のミニッツカップの参加者なんですよ。懐かしいですね。いやもう浅場さん早くてあの時からも憧れの浅場さんのような走りがしたいなと思ってずっとやってます。なかなかそう言っていただける方少ないで貴重な存在なんですよただ僕なんかよりも車を見ていただくと、もう車に関してはもう全然もうすごいので、ミニッツフォーミュラもあれば、はい、まあ、今日初心者の会ということで、まあこういうの走らせようかなと思ったけど、意外に皆さん早くてさすがにこの荷台つけてたら走れないなと思って。でも、あのわささんが MC で言ってたんですが、あの出てくる車がみんな速いということで、すごい注目されてましたね。そうですね、まあキャリアだけはありますもんね。キャリアだけ特に軽トラと、はい、あとミニモンですね。最近の方、ミニモンなかなか知ってる方も少ないと思うんですけども、そうですね、うん、このミニモンはしかも電飾仕様になってますね。電飾仕様になってます。これがさっきうちの、動画でおなじみの山ちゃんがこれを走らせててすごい面白いんですよって大興奮してて、ね、これだからカウンターギア取ってダイレクトドライブにしてるんで結構スピード乗るんですよ。ですよ ね直線スピードは乗ります、ね。うん、これタイヤはスポンジは何を使ってるんですか。これタミヤのなんか12かなんかのちっちゃい系のやつが売ってたんで、やったらぴったりはまったんで。なるほどなるほど。これタイヤも売ってないですからね。そうなんですよね。これ意外にウレタンと相性が良くて。あ、そうなんですか。意外に走るんですよね。あとは僕モーターケースが結構割れやすくてミニモンですね。あ、そうですよね。ここの付け根のところが、ここですね、ここ結構割れやすくて、オーバーランドいっぱい持ってるんですよ。あ、でもモーターケースがみんなダメになっちゃうんですよね。結構ダメになりますよね。私もこれラストです。ですよね。これで終わったらもうないです。これ壊しちゃうと大変なので大事に使っていただければと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ますありがとうございます。そしてそしてじゃあこっちに行きましょう。こんにちは。第1回から3回連続で参加していただいている大ベテランになります。よろしくお願いします。じゃあまずは笠さんからですね。このかっこいいボディを見てください。すいません、何にも変わってないですね最初RWD から始めさせていただいて、でエボを購入させてもらって、あとはもうちょうど1年ぐらいやらせてもらってるんですけど、1年経ってもまだ続けていけるなと思って、これからもちょっといろいろやっていきたいなと思ってますけど、うん、そうやっぱり1回出てやっぱこう連続で出ていただける来ていただけるってことは、まあ、僕としてもあやっててその満足していただけたのかなっていうような部分があるのですごく嬉しいです。どうですか今回は。いや今回はすごい一番人多いですよね多分参加人数って。そんなことないです か前回もすごく多かったですけど、はい、今回も新しい方が多いので、新しい方多いですね。それを毎回なんか3回も来させてもらうと、なんかいろいろとツイッターとかでもツイッターさせてもらうとすごく嬉しいなと思いますね。本当に申し訳ないですけど、ツイッターとかでも宣伝ありがとうございますいつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしてボディかっこいいですね。はい、そしてお疲れ様です。はい、今回もこちらのシビックですよね。毎回シビックで参加していただいて、はい、ポードスケールで買ってたんですけど、それもちょっとダメになっちゃったんで、ちょっと色塗ってみたんですけど、近くで見るともう本当にひどい出来になっちゃったんで、あんまり大丈夫です。気にしてるの自分だけですから、はい、全然僕から見たらすごい綺麗だと思います。ありがとうございます。僕すごい塗るの汚いんで、はい、で今回はこちらよろしいですか、はい、030なんですよね。はい、はい、030どうですか走ってみて。やっぱり最初キットのまま走ってたんですけど、この DWS は最初はついてなかったんで、そのまま使ってたんですけど、これをつけてからもう本当に今までずっとコロコロ転がりまくったのが、本当もう最近全然それ無縁になったんで、本当にこの効果を感じて買ってよかったなって思ってます、うん、で今日もズッキーさんに全然知らなかったフロコの調整とかもやっていただいて、いろいろ今日も実りのある会に参加させていただいて本当に嬉しく思ってますありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり講師陣が本当頑張ってくれて、今回特にズッキーさんはプロポのセットについてかなり熱心にいろいろな方にアドバイスをされているようなので、まあ、そこら辺がなんかこう身になりましたと言っていただけると、すごく講師陣としても嬉しいのでありがとうございます。もう直線
の安定がすごい今までないぐらいストレートが受けるようになったんで、うん、ちょっと後でまた走らせてみたいな、はい、でやっぱ先ほども言ってたように AWD 割と DWS のサスペンションのセッティングで転ぶ転ばないというのはかなり調整できますので、今見たら黄色のダンパーがついてたので黄色のダンパーで寝かすとさらに転びにくくなると思うので、立てると曲がるようになって寝かすと転びにくくなるみたいな角度ですね、立てると寝かす、内側につけるのと外側につけるですね、で調整がある程度できると思うので、もし立ててる時に転ぶなと思ったら寝かしていただいて、転ばないけど曲がらないなと思ったらリア立てていただくと曲がるようになったりとか、あと硬くスプリングも柔らかくすると曲がるようになるけど転ぶよと、硬くすると曲がらないけど転ばなくなるよっていうセッティングになっていますので、まあ、そこら辺ちょっといろいろセッティングで楽しんでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、頑張ってください。はい、失礼します。じゃあ次行きましょうか。じゃあこちらの方に行きたいと思います。こんにちは。今回もありがとうございます、ヨースさんです。どうですか今回は。今回は、まあ、前回はまだRWD だけだったんですので、今回はまた新しい一歩もいろいろ見てもらって、結構そうですね、なんか親分さんに親分さん親分門下生ですか。そうですね、今回は MR04 ですね。しかもモーターマウントもアルミのものがついて、かなりこうグレードアップしてきましたね。そうなんですね。最初の時は RWD で割と箱出しに近いような状況からスタートしてて、1回目は本当に箱出しの感じで来たんですけど、今回3回目でなんか色変わったなっていう感じです。すごいですね。やっぱりどうでしょう、もう RWD もすごく走りやすかったと思うんですけども、やっぱここまでオプションがついてくるとすごく走りやすいんじゃないですか。あ、そうですね、なんか全然違うですね。こっちエボにしたら本当に何で言うんでしたか、腕が楽になりますよね。そうです、すごく楽になりますね。ですよね、はい、そう楽になって、はい、でまあここまで来たら本当にあとは走ってて楽しいと思うので、そうですね、もうしかも青モーターでトルクもあるし速度も速いし、はい、周りの人と もう全然負けないぐらいの速さで走れると思う。いや、まだ初心者なんでぜひぜひ楽しんでいただければいいかなと思いますので、はい、今日もよろしくお願いします。ヨウさんでした、はい、今日は一応よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、こんにちは。あ、何かセッティングされてるんですか。あ、いや教えていただいたのをおさらいしてましたプロポのセットのおさらいですか。あ、そうです、そうです。ズッキー先生が、はい、あれ勉強になりましたか。あ、めちゃくちゃなりました。もうわけわからんかったんで分かるようになりました。本当ですか、はい、もうズッキー先生が、ズッキー講師が、はい、やっぱりこの前回も講師として参加していただいたんですけども、はい、これやっぱりこう普通に走ってていろんな人に聞くんですけども、はい、やっぱプロポのセットが基本的なところがやっぱりできてない、はい、分かってないって人が多いというので、はい、今回はまずそこを最初に基礎として、はい、こうちょっとお話をさせていただきたいっていうちょっと強い思いが今回あったもので、はい、こう話していただいて、はい、僕としてはそういう話をした方がいいのか、それとももうそういうのはいいからとにかく走りたいんだよっていうのがあるので、どっちやっぱり限られた時間の中でイベントをやってるので、はいはい、どっちなのかなと思ったんですけども、はい、今みたいなお話を聞くと、あ、やっぱりそういう講習的な部分もやった方が良かったのかなっていうふうに思って、すごくなんか嬉しいです、はい、いやもう本当にもうさっきからずっとダウンロードして見てたんですけど曲がらんかったんでどうしたらいいんだろうって思ってたんですけど良かったです、はい、今日はちなみにマシンはスープラですか。スープラです。スープラで、こちらシャーシの方は03ですか、ね、03です。03ですね、はい、03のスープラということで、はい、あ、かっこいいですね、ストライプの青のボディで、はい、うん、この日のためにちょっとやってました嫁にも聞いて、これこの色でどうっていいんじゃないって言ってもらった、うん、いやすごく綺麗だと思います、ね、はい、僕塗るのがすごく苦手なもんで、はい、いやこう綺麗に塗れる人がいるといいなと思いますね、はい、今日は何かこう走ってて、はい、そのプロポ以外のことで、はい、なんか気になることとかありますか。あ、まあ、さっきもちょっと言ってたんですけどここが舐めちゃったんで、あ、どっか行っちゃったんです、はい、だからちょっとシャーシを
変えないといけないなっていうのがあります。そうですね、はい、ちなみにこのネジを止める時の基礎なんですけども、はいはい、こうネジ入れていきなりやるんじゃなくて反対側にやってるのは、それは一応知ってるみたいな、動画見て見させてもらってやってました。そうそう、でもいつまで経ってもこうカツンってこないからいいやって閉めちゃうんですよね。僕もよくやっちゃうんですけども、はい、分かりました、はい、じゃあ、まあ、ぜひぜひこのまま、はい、楽しんでいただいて、何、はい、かあったらすぐズッキー講師でもロコロヤ講師でも捕まえれば教えてくれると思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ヒデさんです。じゃあどうしようかな、ちょっと首から下をちょっと取るような感じで。お疲れ様です。親分どうですか今日は、チヤホヤされてますか。チヤホヤされてます。そして今車をバラしてると。これは誰のバラしてるんですか。これは自分のオープンですね。なんか走らないっていうことなんで、自分のオープンを、誰かからマシン見てくださいじゃなくて、自分のオープンを、自分で内職ですか。そうそう、走らないで見てくださいって自分が言ってきたんで自分で直してるところです。でも今日は先ほどのりょうさんとかも、はい、やっぱ親分さんに教えてもらったって言ってる人結構いらっしゃって、いや光栄です、さっきはもうお立ち台の横で付きっきりになって教えるほどの熱心な教え方で、どうですか今日は。やっぱそうですね、やっぱ走り見てやらないとわからないところもありますし、やっぱ自分の正解がその人の正解ってわけじゃないんで、やっぱその人に合った正解をなんとか探そうとしたんですけど、まあ難しかったです。いや、まあ本当に皆さん親分のことを頼りにしてると思いますので、この後もまだもうちょっと時間ありますのでよろしくお願いします。はい、無茶振りコーナー行ってみたいと思います。走行中すいません、こんにちは。走っていい大丈夫ですよ。はい、いや大丈夫ですか。そんな腕ないんで大丈夫ですか。僕の動画の人たちはいつも走りながら喋らすっていう、いつも難しい任務をさせてます。ここまでの腕がないんです。今日どうですか、はい、走ってて楽しいです。今お立ち台が今日は、どのマシンで走ってますか。今日はそこ、ね、マクラーレン。マクラーレンですか。なんかこう悩み的なもの何かありますか。今日はズッキーさんにバッチリ聞いて大丈夫です。そうですか、ズッキー講師人気ですね。一番最初にズッキー講師がプロポのセッティングの講習をやったじゃないですか、はい、あれってどう思いましたか。あれすでに前回もやってもらってるんで、はいはいはい、ズッキーさんにプロポの設定いろいろだから教わってます。なるほどなるほど。じゃあこのままですね、ズッキーさん手が空いてたらすぐ捕まえて、はい、どんどん捕まえてください。はい、わかりました。ありがとうございます。富士さん、はい、富士さんですね、富士さんでした、はい、今日はしっかりお仕事してますね。いつもなんかご飯食べてると少しか長いようなんですけども、はい、お立ち台3つ空いてます。お立ち台3つ空いてますよ。ミラールさん仕事してますね。今日は仕事してます、ね、いつもサボってばっかりです。今日ぐらいは仕事してます、はい。まあ、今日走ってる方々もすごい皆さん熱心な感じで、コースの方も、うん、初心者走行会なんですが、初心者と思えないぐらいみんな上手いですね。ニラルさんどうですか。いやすごいですよ。なんか最初のミーティングの時に3回1回目って言ってた方結構いたのに、普通に走れてますからね。うかうかしてられないなって思いました。まあ、本当に熱心な方多いので、ミニッツって本当にそのなんだろう、熱意と上達スピードが比例するので、やっぱりあっという間に僕なんかも抜かれちゃう可能性があるので、うかうかしてられないですね。そうですね。しかもですね、今日みたいにエキスパートの方が見てくれると、なんか一足飛びに成長していく感じするじゃないですか。悩む時間がなくていいっていうのがすごくいいなと思いますよね。こういう機会が僕の時はなかったのででもいいと思います、すごく。それは僕が教えてなかったっていう苦情な感じですか。いやいやいや、そんなことないです。こう今講師やってる皆さんと知り合えたのはすごい良かったですよね。はい、はい、ありがとうございます。しっかり働いてください。ではちょっとこのまま、はい、お立ち台がシーカーボディで普通の開いておりますので、はい、走らせたい方ぜひお願いします。じゃあこのまま行きます。あと1時間半ですね。こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です、はい、どうですか今日は。過ぎちゃいますんで
前回があの初めて2回目の時があの初めてで来たんですけど、まあ、それから何回かこちらお邪魔させてもらってるんです、まあ、多少走れるようになったかなって感じで、はい、まあ、でも今日いろんな方にいや自分下手くそなんでとか言ってる方多いんですけど、さっきからその走行の方を見てると皆さんビュンビュン走ってるんでいやいやいや全然初心者の方はいらっしゃらないじゃないかぐらいの気持ちですごいいるんですけども、はい、前回の自分に比べたらもう、うん、とんでもないですねまともに一周走れなかったですからね前回は。まあ、でも走行でまあどんどん走っていただければこのかっこいい Z で結構でもナロー系ってやっぱ難しいですよね。やっぱそうなんですかね、ワイドの方がやりやすいはやりやすいです。ワイドの方がやっぱり転ばないのですごく楽は楽ですね。なるほど、そうなんですね。基本的にミニツは幅が広くてホイールベースが長い方がまあ楽になる傾向があるので、なるほどなるほど、グリップが低いとまた変わってくるんですけど、このぐるぐるなりますボンテンさんのウレタングリップはちょっと高いもの、まあ、結構難しい部類の車なのかなとは思います。今度ワイドちょっと用意してやってみます、はい、そうですね、ワイドも、まあ、マクラーレンの 12C とかが割と無難と言われているものなので、はい、そこら辺使っていただくといいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ではピットの方に藤井さん戻ってきていましたのでちょっとお話を伺いたいと思います。お疲れ様です。いえいえ疲れてないこちらがさっきこれさっきは走ったマシンですか。あ、こちらの方で、こちらの方はこっちが 04ですか。こっちが03。03と04と両方持ってらっしゃるんですね。こっち壊れて部品がない手に入らないんですよ。そうですね、何せぶつけまくるからあちこち壊れちゃって、でしょうがなくこっち買っときたんです。なるほど、買った方が壊れましただからで今こっちは走ってるのはこっちで走ってるんですか。とりあえず走って明日部品買いに行きます。なるほど、03と04とどちらの方が走りやすいですか。まあ、こっちはほぼノーマルですけど、うん、こっちの方が走りやすいかもしれないですね、うん、やっぱりこちらの方はなんだかんだ14年前の車なので、まあ、14年分の進化があるのかなっていうところはちょっと感じますかね。そうですね、こっちの方が多分走りますよね、うん、結構巷ではなかなか04、厳しい意見を言ってる方も多いんですけども、僕も04はもうこの間ヤリスで走らせたんですけども、はい、すごくよく走る車と思うので、ぜひぜひ今日なんかもすごく04使ってる方すごく多かったので、今日そのまま楽しんでいただいて、もし分かんないことがあれば講師陣、まあ、いろんな講師いますので、はい、いろんな方ちょっと捕まえていただいて、使ってるモーターが今両方一緒なんで、あ、はい、ただこれセンサーついてるかついてないか、そうですね、断線したのでこれしかもう なかったうん、そうなんですよね、もう今こっちしか売ってない、ね、そうなんですよね、これも高いですよね、結構高いですだからちょっと断線しない方法を聞きましたわかりました。このまま今日も頑張ってください、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。それではこちらの方にもちょっとお話を伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは。お名前の方が、カンタさんですね、はい、カンタさんですね。こちらノーブルを使ってらっしゃるということで。あ、そうですね、はいはい、このノーブルです。このなんだろう、パーツ、アルミパーツっていうんですかね、かっこいいですねこれ。あ、これそうですね、結構全部ここアルミなんで、まあ、こうぶら下がって持てるし楽ですね。確かに、そう、結構使ってる人見るんですけども、どこで売ってるのかなと思って僕やってなかったんですけども、これはどこでお買いになったんですか。これスーラジで売ってますけど。スーラジで売ってるんですか。買いました。なんかどこかから僕はてっきり通販か何かで海外からでも取り寄せたのかと。いや、スーラジ のミンツの棚の一番下の方に売ってますから。なるほど、今度見てみたいと思いますで今回はこちら86ということなんですけども、はい、86好きなんですか。86好きですね、結構昔から好きなんで。噂では今度の新規金型のボディでレビンが出るんじゃないかって噂されてるんですけども、レビンのは好きですか。レビンはレビンの方が好きです。あ、なるほどなるほど。なんかエルスンのレビンになるらしいって噂なので、これ M スンなので、はい、MM2 つかないじゃないですか。そうですね、MM2 が
つけられるようになるので、ポテンシャルがすごく良くなってめちゃめちゃ走るかもしれないですね。そうですね、これは RM なんで、まあ、あんまりそこまで速くないですけど、どうしても RM というかその車軸の後ろにモーターがあるものは厳しいんですけども、それがミッドシップになるのでかなりポテンシャルが上がって、あのサーキットビュンビュン走るレヴィンがこれから増えるかもしれないっていう、まあ、あくまでまだ噂なので、まあでね、本当かどうか分からないんですけども、まあ、楽しみに待ってます、うんうん、なんかこういうやっぱ86はやっぱ本当に根強いあのファンの方多いので、ひょっとしたらレヴィン好きなのかなと思ってちょっと、そうですね、はい、レヴィンあったらレヴィン買っちゃいますけどトレノも家に実はあと5枚ぐらいあるんで、そんなにあるんですか。あでも僕も結構持ってるかもしれない。なんだかんだあのこのトレ豆腐屋の86のボディが長くやってるとなんか手に入ってきちゃうもので、これも豆腐屋のやつをシール貼ってるって豆腐屋のですあるので、ちなみに、ミニツレキはどれぐらいになるんですか。ミニッツ歴は2年ぐらいですかね、うん、あの始めたきっかけとかは。始めたきっかけはあの多分浅川さんご存知かもしれないザザサーキットができた時にちょっとやって、でそこからですね。あなるほどなるほど、はい、ザザさんが今ちょっと海外行っちゃってるんですよね。そうですね、もうなんかどうなったかあれなんですけど今もうやってないですから、まあまあ、それでもまあちょっと細々とミニッツやってますあと、まあ、こちらの方今日のイベントどうですか、走った感じで。いやすごくあの楽しいです。やっぱりあの同じようなこうレベルの方といろいろ走れるし、こうなかなかこういう機会もないんでですね、思い切って走らさせていただいています。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あの何か困ったことがあれば今日講師陣たくさんいますので、はい、あの適当な人捕まえていただいて、はい、あのぜひいろいろと聞いてください。さっきちょっとサブトリムとか調整してもらっちゃいましたズッキーさんですか。ろくろ屋さん。ろくろ屋さんですね。ろくろ屋さんも今日頑張ってますので、あのまだ彼若いのでどんどんコキ使っていただいて大丈夫ですので、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいかな。はい、こんにちは、お疲れ様です。今日はどうですか。はい、楽しんでおりますボディも帰ってきた。ウルトラマン好きなんですか。あそうです、僕もこういうキャラクター的なもの大好きなので、はい、まあ、ミニッツ始めたのが西部警察のミニッツが出てたからなんで、まあ、青島のやつですよね、はい、あの時ポインターとかもありましたよね。当時置かれなかったんで西部警察だけしか買ってないって。僕もなかなかそんなにあのちょっといいなで買えるようなものでもなかったので買えなかったんですけども、はい、うん、それを今改めてこう自分でロードスターですかね、はい、乗っかって。いやこれでも塗ってもらったやつなんで。あ、そうなんですか。自分じゃないですか。自分不器用なんでやれないんで僕と一緒ですね、はい、僕も全然自分じゃ塗れないので、はい、なるほど。結構でもナロー系の車の方が好きなんですか。あそうだから最初にあの西部警察かナイトライダーから始めてるんで、はい、もうその流れでっていう感じ。そうでワイドは一応タイムが一番出るからとりあえず1台だけ持ってるみたいな感じです。なるほど、分かりました、まあ、今日前回からも来ていただいてありがとうございます、はい、ぜひ今回も楽しんでください。はい、はい、ありがとうございます。はい、という感じの、ピットウォークでした。はい、というわけでですね、ここでちょっとアトラクションエキシビジョンということで、今日のスペシャルゲストの金ちゃんに、このコースを走っていただこうと思っています。マシンはですねズッキーさんの方に提供していただいてます。まあ、レースみたいなことを前回はやったんですが、今回は金ちゃんの走りを見ていただこうかなということで、ギャラリーの方もこのぐらいたくさんの方が見ています。目指すは 9.28 です。はい、というわけでこれエキスパートの走りになるんですけども、どうですか見た感じで。いやもう速さが違いますね。もう全然もう自分スロットル全然開けられないんで、その開けられてるんでもう全然次元が違いますね。いやもうなんかもう吸い付きようにこう安定性がすごいなっていうのも すまじいですねこういう動き方をするのかという目が追いつかないですねいやあうまいですけど、まあ、当たり前なんですけど、なんかやっぱなんだろう、スロットルの使い方とかはちょっと勉強したいなと思います。
やっぱ金ちゃんちょっとロック慣れ慣れしいよね。このレベルでそんな気安く話しかけんなよ。いやいやいや。さあ親分と金ちゃんと六郎屋さんですね。3人がひどいよね。インついてたのにそんな。エキシビジョンで。エキスパート走行をしています。先ほどの初心者の方々もすごくうまかったのですけれども、やっぱこちらのエキスパートの方々無駄のないすごく綺麗な走りをしていると思います。ギャラリーの方々も真剣な感じで見ていただいてます。勉強熱心ですね。バックスタートいきますよ。よーい、スタート。さあスタートしました。3周勝負でこのアドバンテージ、金ちゃん追いつけるか。さあトップは六郎屋さん。ラスト2周、ラスト2周、さあいい感じで近づいてきた。ラスト1周、みんなノーミスだ、ノーミスだ。ラスト1周、おっと親分が動きが怪しい親分やられた。さあどうなる、逃げ切るか。いやどっちどっち見せてくれましたすごい、こういうのありますからね、ビニはい、おしまい、ありがとうございました。はい、では今エキシビジョンで走っていただいた六郎屋さんです。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はお疲れ様、ありがとうございます。本当に。いえ、もう楽しみに来ました。なんか結構いろんな人にこうピットでお話を聞くと、あの六郎屋さんに教えてもらったっていう人がすごく多くて、本当に感謝してます。はい、いやいや、ありがとうございます。本当皆さん社交辞令を分かってて嬉しいですね。いやいや、でも六郎さんのいないところで六郎さんの名前が出てくるってことは、やっぱそれだけ感謝してるってことじゃないですか。いや嬉しいですね、それは本当にありがとうございます、うん、今六郎さんも元々は本当初心者ということで、もうスーラジで来て、なんか訳も分からず土下座をさせられたようなところからスタートしましたけども、もう今やすっかりエキスパートですね。もういやいや、エキスパートには程遠いですけど、まあ2年前ですかね、あの時よりは上手にはなりましたね。あの時確かスーラジで金谷さんに10ラップぐらい食らってたんですねそんな時からもう頑張ってました、はい、まあ今日はここで頑張っていただいて、明日はスーラジの方で、まあ、ある意味六郎屋カップみたいな感じになってますので、ぜひ楽しんでください。はい、ありがとうございます。まだまだあともうちょっとありますので、最後までよろしくお願いします、はい、お願いします、あと何回かしか走れないっていう感じになっちゃうかもしれませんけど、はい、10分で一旦また交代させていただきますので、よろしくお願いいたします。残り少しになってきましたけども、はい、あっという間ですね。なんかあっという間ですね。もう1時間切りましたね。なんか今までの中で正直一番時間が経つのが早いかなぐらいな、 そうですね、そんな感じがします、はい、あっという間ですね。であと何ですかね、今までで一番みんな車が流れてる気がします。やっぱね、本当最初から1回目から参加してくれてる方とかもだいぶ上達してきて、で今日はなんかその1回目から来てるこの走行会ベテラン勢の方と今日初めて始めた人とのなんか交流も見えたりとかして、嬉しいですよね。こうお互いまた輪が広がってくれるのがありがたいです。あとはさっきいろんな人にお話を聞くと、いろんな講師の人に教えてもらったっていうことで、ズッキーさんだったり六郎屋さんだったり親分だったり、いろんな人の名前が出てきているので、すごくなんかうまく交流ができているのかななんていうふうに思いますね。そうですね、やっぱなかなかね違う、そのサーキットでビュンビュン走らせてる人と初対面だとなかなか声かけづらいと思うんですけど、こうやってね1回でも話したことがある人がいるんであれば、その人をきっかけに常連の人たちともまた輪を広げてもらえば、まあ、あとちょっともう時間少なくなってきてしまいましたけども、最後まで頑張りましょう。そうですね、はい、ラストスパートですね。はい、素晴らしいです。
はい、そうですね、なるべく真ん中を、ありがとうございます。はい、では皆さん一日お疲れ様でした。では、代表の浅間さんからエンディングの一言をお願いします。皆さん、お疲れ様でした。正直言うと、もう3時になっちゃったのかと思ってびっくりするぐらい時間が早かったんですけども、皆さん、今日は、満足できたでしょうか。挙手をお願いします。ありがとうございます。もし知らない人がいたら、その人のお客さんをしようかなと思います。皆さん、手を挙げていただいたので本当にありがとうございます。で、この流れでちょっとお聞きしたいんですが、質問があります。TK ブランドご存知の方、挙手をお願いします。スルーされた方、手を挙げてください。手を挙げなかった人は、ありましたね。もらってない人は、ね、全員渡りましたか。渡りましたね。今日はTK さんが来ていただいてですね、TK ブランドをいろいろとミニッツに役立つオイルとかグリスとか、今日なんかもいろいろとお話で出たと思うんですけれども、今後ミニッツを続けていくと、どうしてもこういろいろとオイル何がいいかなとかグリス何がいいかなって悩まれると思うんですが、ラジコン専用のものたくさん出てるんですけども、やっぱミニッツ専用のものを結構使った方がサイズもちょうどよくて、価格も手頃で、すごくおすすめできますので、ぐるぐるになります本店さんでも、入り口の方に TK さんのコーナーがあったりして、便利なのがありますので、もしよろしければ、ぜひ活用していただけたらなというふうに思います。このステッカーもすごくかっこいいので、これ欲しがってる人すごいいっぱいいる中なので、これ自慢できると思いますので、ぜひ活用していただきたいと思います。皆さんお疲れ様でした。まあ、短時間ではあったとは思うんですけれども、なかなかお伝えしきれなかった部分であるとか、あと欲しいにもっと聞きたかったことがあるんだけどと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。で、私とかは、土日はここにいることが多いので、で、まあ、もしよければ来ていただければ、いろいろとまたお伝えできることがあるかなと思いますので、よければそれぐらいの本店の方にですね、いただければ大変助かるかなというふうに思っております。あれですね、今回こういう機会で皆さんこういろんな知り合いになりましたし、まあ、我々講師陣もですね、いろんなサーキットとかに顔を出してたりしますので、何かわからないことがあったらぜひお声掛けいただいたりしてください。で、逆にですね、皆さんが今度初心者の方がコースとか入られた時にですね、いろいろマナーも含めて教えていただければ、またそういう輪がどん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 広がっていって、まあ、楽しい、ミニッツライフができると思いますので、今日はお疲れ様でした。マーシャルとして大体お手伝いさせていただいたんですけど、皆さんの走り見てて、最初から初めの時とこう終わる時の走りの違いがもうだいぶ変わったなと思って見てたので、またどこかのサーキットとかでお会いしたら一緒に遊んでください。よろしくお願いします。まあ、皆さんぐらい走れたら他のサーキットに行っても普通に走れると思いますので、ぜひ遠征等をしてもらって、他のサーキットで刺激ある走りをしていただきたいと思います。自信を持って遠征で走ってきてください。以上です。まあ、今日はですね、まあ、浅場亀仙球のメンバーと、まあ、ろくろ屋さんを含めた特別講師の方、まあ、来ていただいたんですけれども、なかなかですね、特別講師の方々に僕からお礼はできないんですが、ちょっとここでですね、質問をぜひさせてください。今日皆様とすごい交流をしていただいた、まあ、特別講師の方いらっしゃると思います。まずですね、じゃあろくろ屋さんに今日お世話になったという方、挙手をお願いします。ありがとうございます。目に焼き付けたんです。ぐっすり寝るそうですね。では次ですね、親分にお世話になったよという方、挙手をお願いします。ですよね。人見知りです。いやいや、とんでもないです。いるということが大事なんですよ。すごく個人的に個人レッスンしてたのを見てましたので、目に焼き付けてぜひ書いていただきたいと思います。次ですね、ズッキー講師に、お世話になったという方、ぜひ手を挙げてください。おー、すごいな。すごいな。
そう、関さんどうですか？あそこトロコの設定やったら、まあ、全員ハンドランドになったし、はい、という形で、まあ、ご主人本当に頑張りましたので、ぜひ拍手の方でしていただけると嬉しいです。本当に皆様ありがとうございました。そしてですね、まあ、今までいつも講師陣の挨拶ばかりしてたんですが、最後にですね、締めじゃないんですけれども、まあ、3回連続で参加していただいてですね、しげさんの方からですね、ちょっと挨拶の方をちょっとしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。なんでだ、簡単でよろしいですか。はい、すいません、皆さんご苦労様でした。僕今回3回目になります。1回、2回、3回とずっと参加させていただいて、今回もちょっと出ようかどうかすごい迷ってたんですね。でもまあ、こういう雰囲気がすごい好きなので、浅間さんのやってることもすごい応援したいということもあって参加させていただきました。僕の場合は第1回目をきっかけにして、あくまで本当きっかけです。そのきっかけが大事だと思ってますので、これを機に、皆さん、沼にハマってください。お金はそんなかかりませんので、ぜひミニッツ、まあ、ラジコン全体ですね、の世界を盛り上げていければと思います。よろしくお願いします。しげさん、本当に第1回に参加していただいて、最初はお子さんが使ってたミニッツなんだけど、子供がやらなくなったから自分がやり始めたっていう理由で、まあ、参加していただいたんですけども、その後にスーパーラジコン秋葉原店とか、まあ、ぐるぐるなります本店さんの方にこうもうイベントがあった翌日にエボ買うみたいな感じでエボを買って、もう本当に今ハマってるような形になってますので、まあ、今日本当にサーキットデビューされた方で、まあ、今日はイベントだから来たけど、なかなかこうサーキットデビュー大変かなと思ってる方も多いと思うんですが、すごく楽しい趣味だと思いますので、まあ、例えばここに来た時とか、まあ、スーパーラジコ秋葉原店に行くと、まあ、知った顔をひょっとしたらいると思いますので、まあ、話のきっかけでイベントに参加してた何々ですけど、ちょっと聞いてもいいですかっていうきっかけになればなんかいいかなというふうに思って、こういうイベントを企画しましたので、ぜひですね、今日で終わらずに、長く続いてくれることを楽しみにしていますので、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、ご挨拶が遅れました。ぐるぐるなります店長、山川と申します。本日も第3回の浅場亀泉流水送信者総公開、ご参加いただきまして誠にありがとうございました。まあ、4時間の、短めの、ね、イベントではあったんですけれども、皆さん時間いっぱい楽しまれたように見受けられたんですけれども、今日は楽しまれましたか？楽しまれたって方が多かったんですよ。全員次ですね、第4回も早速なんですけど、もちろん、また続けてやっていきたくと思っております。本日、誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。ありがとうございました。最後にでは私から、皆さん本日は一日ありがとうございました。まあ、回数を重ねるにつれて、まあ、初回から来てくださってる方とかもどんどん上達してくれるので、なんかこう車も、ね、全体的に流れていく感じ でやっぱ見てて嬉しかったのは、その最初から来てる方が今回初めて来られた方とかに対してこう優しく声かけしたりしたのが、こう私としてはすごい嬉しかったです。まあ、こうやってどんどんミニズムを広げていってくれたらなと思ってます。では本日は本当ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日は一日楽しく、過ごさせていただきました。またこの後もちょっと残って遊んでいこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。今日お疲れ様でした。浅間さん、4回目って本当に来ていいんですかね？大丈夫ですか？じゃあぜひ4回目も参加させていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。また来られるかな、どうかな。楽しかったです。そして車もよく走りました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。まあ、本日ですね、まあ、第3回の、亀泉流の初心者総公開ということでしたけれども、自分も参加させていただいて、まあ、どちらかというと初心者というわけではないんですけども、大会とかも出た経験を生かして、今日いろんな初めての方に声をかけさせていただきました。でまた第4回もあるかと思いますので、もし第4回、まあ、この顔を見た時にですね、R さんのあいつだっていうような形でですね、覚えていただければ、まあ、声掛けもさせていただきますので、どうか皆様とですね、楽しいミニッツライフを送れていただけたらと思います。どうか よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日サーキットデビューだったんですけど、とても楽しく遊べて
まあ、いろいろプロポの設定とか教えてもらえたりしてとっても楽しかったです。はい、今日はいっぱい勉強になりました。なんとさっき失った部品も今見つけました。本当にいろいろ勉強になりました。ありがとうございます。いや、今回初参加なんですけど非常に楽しくて、みんな和気あいあいとできるんで、まあ、次回もできれば参加させていただきたいと思います。本当ありがとうございました。ありがとうございます。今日2回目なんですけれども、毎回いろいろな発見があり、非常にこうためになってます。どうもありがとうございました。1月の終わりから始めた佐藤ちゃんです。はい、よろしくお願いします。まあ、友達にいろいろこう使い方とか教えてもらって始めてるんですけど、はい、今日も初めてイベントを出させてもらったんですけど楽しかったです。はい、ありがとうございます。とても楽しかったです。本当本来参加しようかどうか迷ってたんですけど、まあ、本当参加して大変良かったです。また次やったら参加したいと思います。よろしくお願いします。どうも、こんにちは。今日はとても来てよかったと思いました。ヒズキさんに、まあ、プロボの設定を座っていただいて、でもう直進の安定がもう目に見えて改善したのが分かったので、本当に走れなくなっておかげさまで助かりました。次回もう4回目っていうのは本当に初心者のふくり出ていいのかなっていうあれもあるんですけど、もし許されるんであれば、で時間があれば参加させていただきたいと思っております。ありがとうございました。今日はありがとうございました。なんか3回目来るのにすごく悩んでるんですけど、浅間さんの方にツイッターというか X で質問させていただいて、どうしても相方が出たいというところで今日自分も来させていただきました。次回という話の時はすごく手が上げにくかったんですけど、まだまだ初心者ということでお邪魔させていただきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。今日はお疲れ様でした。お土産に充電器買って帰ります。今日一日楽しかったです。ありがとうございました。また来ます。いや、今日僕3回目なんですけども、本当に楽しかったです。ミニッツ最近走れてないかったんですよ。仕事が忙しくて、でもやっぱり久々に走るとやっぱ楽しくてやめられないです。また次回もこういうイベントあればぜひ出たいです。はい、何か聞きたいことがあるということですけども、第4回の壮行会がその何月にやるのかがちょっと知りたいですね。さっき店長言ってましたよね。実は僕も初耳だったんですよ。いつがあるかちょっと全然わからないんですけども、はい、何かあったんですか？自分その初め、実はちょっと静岡からこっちのためのぐるぐるそのミニッツの壮行会ね、初め来て、でそれできっかけとして、でそれでどんどんミニッツのサーキットっていうかその行こうみたいな感じでなってるんで、ちょっと今ちょっと僕よちょっとびっくりしたんですけど、はい、静岡からいらっしゃったんです。静岡っていうと僕の中でやっぱり星のマーク の聖地っていうかだと思うんですけども、ミニッツの福箱を買って初走行がここだったんです。すごいですね。ちょっとびっくりしちゃって、はい、いやもうなんかもう走行会で初心者みたいな感じで、あじゃあ自分と同じようなその人がいっぱい来るんだなみたいな、じゃあスタートは同じなんだな、じゃあどんどんそれできっかけでじゃあ行こうみたいな感じで自分からどんどん行きましたみたいな感じなんで、いやびっくりしました。だって今日来た時に箱から出してたじゃないですか。もうなんかもうここいっぱいに。そうですね。どうですか、最終的には何だろう、走れるようになりましたか？まだ個人的にはそのトレーニングモードではまあぶつからず、今ちょっと少々ぶつかったんですけど、それは走れてたんですけど、で本トレーニングモード抜いて本番しようというかその走ってたんですけど、まあかろうじて走れるんですけど、なんか調子悪いとぶつかってそのバック、まあ、ぶつかってそれでバックしようって言っても思い通りに運転できなくて、でそれで調子いいなと思ってストロットルグーって開けちゃうと、そのぐーってもうなんかもう正面衝突で正面衝突ガンってなっちゃって、まあちょっと練習必要だなみたいな感じで、それでちょっと今今日そのスイカ走行で
あ、この後走られるんですか。そうですね、いいですね。走ろうかなと思いますんで、うん、そまあ、今日走ってた方で結構まだ残ってる方向こうにもたくさんいらっしゃるので、あのいろいろと聞きながら、はい、あの初心者同士で言っても先輩初心者になるので、はい、あのいろいろと教えてくれると思いますので、はい、まあ、ぜひあのいろいろな交流を持っていただいて、はい、教えていただいたりとか、はい、あと静岡っていうと僕の印象だと、はい、あのホットジョイさんっていうサーキットがあるんですけれども、はい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 、ホットジョイさんまでは遠いんですかね、行くとしてね。一回そのホットジョイさんのとこ行って側だけ見て あここなんだな、じゃあ帰ろうみたいな感じであの、まあ、走行会行ってないし、はい、みたいな感じで。なるほどなるほど。で、まあ、走行会行ったんで、うん、あのホットジョイスさんとは、はい、僕すごく仲良くさせていただいているので、はいはい、あの朝バーさんに紹介されてきてここすごく優しいって言われたんですけどみたいな形で言っていただければ多分ですね、はい、あのじゃあ何が分かんないっていうすごく面倒見てくれると思うので、はい、あの実ぜひ静岡であれば、はい、ホットジョイスさんも推しなので、はい、え行っていただけたらなというふうに思います、はいはい、もう席取れるかどうか、席というかそのなんか取れるかどうか分かんないですけど、その空いたらどんどんさりげなく行っちゃうかもしれないですけど、いやもうさりげなくじゃなくてですね、行った時にもうあの朝晩さんに言われてきましたぐらいの勢いでもう自分から行って、もうぜひぜひ、はい、もうそれをやれば、あの僕のこと知ってる人いっぱいいますので、はい、じゃあちょっとあのセッティング教えなきゃなというやる気になってくれると思いますので、はい、その時はちょっと、はい、僕の名前どんどん使ってください。わ、はい、かりました、はい、僕を組み台にしてあの、はい、のし上がってった人いっぱいいますので、わかりました。使えるものは何でも使ってください。はい、すいません、はい、というわけで、ヤスさんですね、本当今日は静岡からありがとうございました、はい、あの次回もと遠いと思うんですけども、はい、機会がありましたらお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、静岡からいらっしゃったヤスさんでした。はい。